エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。ニュースチャンネルの飯田です。今日はですね、私の1週間ルーティーンをお届けするわけなんですが、まあちょっとなかなか見せれないところもありますが、ちょっとそこはご了承いただき、なるべく見せれるようなところをピックアップして撮りましたので、ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、よし。僕の朝食です。このグラノラにこのヨーグルトかけると美味しいですし、まあ、このヨーグルトがですね、めっちゃうまいんですよね。こんな感じなんですよ。トロッとしてて、しかもこれ果糖なんですよ。まあ、めっちゃうまくはないけど、スイーツみたいな甘さで超美味しいです。こうやってね、グラノラにヨーグルトをかけて食べてます。あとはコーヒー飲むんですけど、最近はオーガニックコーヒー、デカフェですね、カフェインレスのコーヒーにハマっております。適当です、目分量。はい、おはようございます。さっきのモーニングルーティンをですね、やった後はだいたい打ち合わせの準備とかですね、あとまあ企画を作ったりとか諸々の作業をやったり、深夜の段階でチャットワークとか LINE とかいろいろ飛び交ってるんで、その辺の確認をしていくっていうような感じですね。はい、ミーティングが終わりましてですね、これから脱毛に行っていきます。まあ、大体2週間に一遍ですね、ヒゲの脱毛してるんですけど、いや、ヒゲ生えとるやんって感じなんですけどね、このもみあげと首の下とかですね、そのあたりを脱毛してるんですよ。結構こう、ヒゲが濃くて、まあ、そんな話はどうでもいいんですが、まあ、午前中はですね、大体打ち合わせと、あとまあ、作業のことをやったりとか、あとまあ、YouTube の企画を考えたりとか、みたいな形で終わることが多いです。で、これからじゃあ、脱毛に行ってきます。はい、今脱毛を終えてロイヤルホストにランチしに来てるんですけど、まあ、大体毎週月曜日はですね、こんな感じで少年ジャンプを買って、まあ、ランチ先で読むというのがちょっとしたルーティンになっております。はい、今帰ってきまして、ここからですね、 YouTube の企画を考えたりとか、あとまあ打ち合わせとかですねっていうのをもろもろ作業をですね、夜まで行うっていうような感じでございます。はい、モーニングルーティンを終えてですね、今初台に来ました。昼からまた YouTube の撮影なんですけど、ちょっとその前にこの駅付近でですね、ランチしたいと思います。はい、今ランチに来まして、最近手伝ってくれてる田中天翔くんです。お願いします。大戸屋でランチしてます。はい、今24チャンネルの撮影に来ました、 MC の丸山さんです。こんにちは。チャンネル登録お願いします。お願いします。今撮影終わっていただいたスイーツを食べてます。めちゃくちゃ美味しい。おはようございます。ちょっと弱いか。まあまあ。はい、今ゴルフが終わりまして1時15分です。はい、先ほどゴルフから帰ってきて休憩して、これから仕事をするって感じですね。だいたい YouTube の仕事が僕はメインなので、こんな感じで動画の確認とかをしたりしていきます。年収チャンネルメンバーが直接面談、あなたにぴったりの求人をご紹介。詳しくは概要欄をチェック。おはようございます。はい、今日はですね、木曜日ですけど、今日はまず午前中 YouTube の撮影があるので、ちょっとそちらのスタジオの方に行ってきます。あんまりタクシー移動とかはしないんですけど、午前中バタバタしてて、ちょっと電車に乗り遅れてしまったので、今タクシーで急いで向かってるっていう感じです。どうも、年収チャンネルをご覧の皆様、初めまして、トーマニキと申します。新
宿駅周辺が何もランチなかったので、ストックさんオフィスの近くの麺屋企業に来ました。ここはうまいんです。フランチャイズ店が11店舗、終わりになる、フランチャイズです。で、古着の、はい、今撮影終わりまして帰宅します。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、ヒルズ FC の古谷明と申します。加盟は2015年7月ですので、丸8年と2ヶ月ぐらい経っております。夕飯食べてこれから撮影に向かいます。ズバリ言うわよが復活します。わはい、ということで1週間ルーティンでしたけど、いかがでしたでしょうか。これが結構リアルなところでして、そんなにすごい多くの人と会ってるわけでもなく、結構粛々と仕事してることが多いです。リアルな1週間ルーティンでした。ありがとうございました。